服部健太は、日本のプロレスラー。シアタープロレス、東京課長風月所属。新潟県を工業高校、山梨学院大学と、学生時代をレスリング部で過ごし、地元新潟の安倍政曝へ入社。高校、社会人時代には、フリースタイルで、全国大会に出場。総合格闘家、大田俊平は、大学レスリング部時代の同期である。その後、 プロレスラーを目指し、島重野が率いる新潟プロレスに入団。プレデビュー戦を経て2012年11月25日、新潟県柴田市、コモプラザでのコシヒカル戦で、プロデビュー。2013年3月3日、同コモプラザで、プロ第2戦となるコシヒカルゾフィー戦を行った。2013年8月28日、より多くの試合経験を積むため、新潟プロレスの対談。 および、都内団体への移籍を発表。2013年11月、東京都北区を本拠地とする、シアタープロレス課長風月へ入団が発表された。2013年11月24日、シアタープロレス課長風月ボリューム15における時、ウィンガー戦にて移籍後初試合。本間友明の新日本プロレス出場により、選手手薄となっていた、課長風月にとって、 貴重な戦力として期待され、プロレスリングフリーダムズや、ハードヒットなど外部団体にも出場。バックボーンである、レスリング技術から、批判抜きながらも、エースとして扱われる。2014年9月15日、新潟県三上市、栄単位区間で、旗揚げされた、シアタープロレスサドカ長風月大会で、故郷外戦2015年2月15日大会より、 これまで組んでいた、三尾義久とアイドルタッグチーム、ハットトリックを結成。また、本間智明に代わり、課長風月のヘッドコーチに就任した。2015年3月19日、安城幼児引退工業、YA's d e a にも抜擢を果たした。その後、8月23日に、田中実とのタッグで、レッスルマイナス1に初出場。 ハードヒットザ・ネクスト・コンテンダーズ1デートーナメントでは2014年、2015年と連続準優勝。また2015年9月7日、千葉・ブルーフィールド大会、11月7日、横浜ラジアントホール大会と、道口義弘を相手に連勝。2016年1月17日、王子神やシアター・バビロンの流れのほとりにてにて行われた、 花町風月若手ワンデートーナメントにて、一回戦で、住吉国を、準決勝で、襟川優を下すも、決勝で、タックパートナー、三尾義久と当たり、ジャーマンスープレックスホールドで敗退した。2016年2月14日、東京、東京タアースタジオにて行われた、元光源氏、山本淳一デビュー戦では、三尾義久と共にタックパートナーを務めた。6月10日、 大似タあチプロレスリングの三河町、町民体育館大会で、吉野達彦、ネネ DAI 戦。6月11日、同、坂田市体育館大会では、大輔戦が実現。7月3日の覆面マニア、新木場大会で、ディスポジションで、ティグレスティングレイの持つ覆面マニア、スーパーライト級選手権に挑戦。自身初のタイトル戦となる。 2016年10月2日、ハードヒット、ベストオブスーパーグラップラーズにて、ニコプロハイザネクストコンテンダーズ1デートーナメントに3年連続となる出場したが、U、ファイルキャンプの小林博史に敗れ、準決敗退。悲願の優勝はまたもならなかった。11月12日、頑張れプロレス初出場。アメリカンバルーン帯広さやか、組と対戦。 2017年7月23日、新潟市産業振興センターで、荒井健一郎とタッグを組風竜人、タッグ王者、勝村修一郎唐沢氏一組に勝利。第2大王者となる。9月24日、ニコプロプレゼンツ、ハードヒット、グラップリングアンリミテッドにおいて、第4回ザネクストコンテンダーズトーナメント優勝。優勝特典として12月30日。 イエス・ウィーアー・ハードヒットでのロッキー河村戦がマッチアップされた。2018年10月28日のハードヒットのタックマッチ戦で飯塚優のロシアンリバースプラッタに敗北。11月24日、灼熱王2018トーナメントに出場し1回戦で再び飯塚優と対戦。ニール戦からの堅い火固めで5分39秒で敗北し、リベンジに失敗。 2021年8月15日付での課長風月対談を発表。2015年4月19日告示の統一地方選挙、帰宅議会議員選挙に無所属で出馬し1127票獲得も落選。2019年4月14日告示の統一地方選挙、帰宅議会議員選挙に無所属で出馬。前回を下回る872票で落選。ありがとうございます。